皆さんこんにちは、和田力士です。今回はギレンの野望地の独立戦争機プレイステーション2のゲーム、こちらをプレイしていきたいと思います。で、何度かこの地の独立戦争機はプレイをしているんですが、今回はですね、このムーディー鑑賞のギャラリー、これを全て埋めたいなというふうに思っています。で、まだ見れていないムーディーが2つありまして、それが31番と34番、この2つになります。で、この2つはいずれも連邦軍のシナリオで見れるムーディーになっているんですが、まず31番がオデッサ作戦に対してホワイトベース隊が全滅ないしは解散していて参加しない、これが条件になっているようです。で、34番これも同じくオデッサ作戦に際してなんですが、裏切り者のエルラン中将、これの忠誠度を80以上に上げておくという条件を満たせば見れるムービーになっているようです。なので今回はこの2つのムービーが見れるように連邦軍のシナリオでプレイを開始していきたいと思います。宇宙世紀0079、4月1日、開戦からわずか3ヶ月で地上の半分はジオン軍の支配下となっていた。ジオン軍の地球降下作戦の勢いは凄まじく、モビルスーツを持たない連邦にジオンの侵攻を防ぐ手立てはなかった。将軍、どうなっておるのだ。地の利があるはずの地上でもジオン軍に押されているではないか。ルームで惨敗した君を連邦軍の総司令官にまで抜擢したのだ。それなりの成果を上げてほしいものだな。前にもお話しした通り、我が軍の劣勢はジオンのモビルスーツによるもの。それを持たぬ我々にジオンに勝利することなど。泣き言はもういい。我々に必要なのは結果だ。有効な手段だよ。一つだけ策があります。我々も同じ土俵に立つのです。 V 作戦、新型モビルスーツの開発計画です。ジオンのモビルスーツに対抗するための唯一の手段、 V 作戦、連邦軍必勝の作戦である。レベル将軍は反対する勢力を押し切る V 作戦を強行する。そしてこの日より連邦軍の反攻は始まるのである。ジオン軍は急激な戦線の拡大によって開戦当初の勢いを失いつつある。しかし毅然として我が軍は劣勢を覆すことができず、厳しい状況が続いています。だが今我々にできるのは耐えることだけだ。 V 作戦が完成するまでな。開発部の霊体から通信です。回線を回します。レービル将軍、 V 作戦による新兵器の開発は順調です。すでにモビルスーツのコアユニット、コアファイター及びモビルスーツの互換となるペガサス級強襲揚陸艦の設計が終了しています。承認さえいただければすぐにでも開発を開始することができます。はい、では連邦軍のシナリオを開始していきましょう。まずは V 作戦ですね。これが発動できますので早速発動を、かけていきたいと思います。開発部より、で、開発なんですが、新兵器の開発から、コアブロックの開発と、あとは汎用戦闘機の開発、さらにモビルスーツ運用母艦の開発とあるんですが、コストがそれぞれ225となっています。で、期間も変わってきますので、まずは一番期間のかかる、ペガサス級の強襲揚陸艦、これの開発、最初にやりましょう。で、残っている2つなんですけども、これらに関しては開発期間がたったの、2週間ということで短いので後回しにしてですね、
その間に部下提案などを見ておきましょう。エルランの提案があれば優先的に採用していくという形ですね。これは何も開発に限ったことではなくて、すべてにおいてですね、エルランから何か提案があれば、エルランの、提案を、最優先にしていくというのをまずやってですね、確実にエルランの忠誠度を上げていく。これを狙っていきたいと思います。で、そのエルランなんですが、確かレヴィル将軍の配下にいたと思います。念のため確認しておきましょう。いましたね。エルラン、ここにいました。やはりレヴィル将軍の配下にいます。というわけで、まずはね、軍団の再配置と、あとは、政策のね、特に予算の再配分、これらを行っておきたいと思います。一番最初にやるべきこととして、予算のね、再配分等を行ってきました。まあ、予算はですね、当然ながら、生産と開発、これに重点を置いています。で、この後さらにね、軍事部門なんかにも予算を配分できればいいかなというふうに思っています。では、これで1ターン目、完了としましょう。で、軍団の再編としてはですね、トリントン基地にいる2つの部隊、これらに対して部隊の増強を行いました。で、これらを使って即時ハワイの攻略に入っていきたいと思います。レヴィル将軍、なぜ攻勢に出ないのです？ V 作戦の完成を待つのもいいが、それだけでジオン軍の侵攻を防ぎきることができるのですかな？奴らは慣れない地上の戦闘で疲弊しています。警戒の手薄なマドラス基地、四方を海に囲まれたハワイ基地ならば奪還も不可能でないはず。ぜひ検討していただきたい。はい、というわけで早速ハワイとマドラス両基地の攻略作戦が来ていますので、今お話した通りですね、作戦本部よりオーストラリアトリントン基地からハワイ基地攻略を目指していきたいと思います。これをね、一番最初にやってしまいましょう。まず作戦から攻略作戦でハワイの攻略作戦です。進行ルートを表示します。で、進行ルートはハワイから、2つの部隊を出します。攻略作戦案を設定してください。まあ、この初期の一戦は消耗戦になるとは思うんですが、作戦期間を設定してください。できるだけ速やかに攻略を完了したい、そういうふうに思いますよね。了解しました。攻略作戦を発動します。各軍団への作戦指示をお願いします。はい、では軍を動かしましょう。トリントン基地にいる公園の部隊ですね、公園の部隊をまず移動させます。3ターン後に到着します。で、さらにトリントン基地にいるライアーの部隊、これも使ってですね、ミディアの部隊を送り込みましょう。3ターン目に到着します。じゃあそれぞれの内訳ですね、軍団の編成内容、簡単に確認いただきましょう。まず公園なんですが、潜水艦の部隊で固めています。で、1機だけミディアを入れております。まあ、いずれも61機の戦車とフライマンターが主力になっています。で、ライアーの方はですね、ミディアの輸送機で固めてあります。こっちはね、61機の戦車で固めてありますので、主に地上の占領に使っていきたいというふうに思います。では、その他、公園、エルランからの提案がないか確認しながら進めていきたいと思います。で、生産はですね、フライマンタと、あとは、61機の戦車。これらはね、まあ、言い方はあまり良くないかもしれませんが、もう完全に消耗品になりますので、物量が必要ということで生産を大量にしておきましょう。我が軍はこれよりハワイ攻略作戦を開始する。太平洋の中心に位置するハワイを制圧することができれば、ジオン軍の行動を大きく制限することができる。諸君らの健闘に期待する。では3ターン後にハワイに突入します。エルランからの検索は
それが仮に愚策であっても 100% 採用しましょう。開発部より報告します。モビルスーツのコアユニットとして開発を進めていた多目的戦闘機コアファイターが完成しました。この機体の完成によってようやくモビルスーツの開発を本格的に開始することができます。V 作戦は順調に進んでいるようだな。だが時は一刻を争う。できる限りモビルスーツの完成を急いでくれ。了解しております。お任せください。レビル将軍、 V 作戦によってモビルスーツが完成したとしてもルームで失った宇宙艦隊の再建を果たさねば我が軍の勝利はありえません。宇宙艦隊再建計画ビンソンを提案します。計画の承認をお願いします。さあ、ガンキャノンの開発テーマが来てます。これやりましょう。とにかくモビルスーツを一刻も早く手に入れたいので、まあ、その時にできる施策はできるだけ打っておきたいと思います。では部隊がハワイに到着しましたね。ハワイの攻略戦を行っていきたいと思います。まあ、できれば2ターンぐらいでね、決着つけたいですよね。作戦の指示をお願いします。まあ、ライアーの部隊も、戦車部隊がどれくらいうまく立ち回れるかというところになってくるかなと思いますので、ミディアが撃破、撃墜されることなく、まずは上陸するところからですね。策略を実行します。さあ、敵パッと見はザクが何機かいるように見えますので、まあ、これらのザクとですね、まあ、うまく取り合いをつけながら戦っていくということになりそうですね。で、戦闘機あまり数持ってきていないんですが、戦闘機を使って敵の、迎撃戦闘機、これをね、うまく、まあ、かわしていくという戦い方ですね。まあ、フライマンタは、まあ、なんて言うんでしょう、爆撃機なんで扱いとしては。まあ、あまりね、その、なんて言うんでしょう、敵の戦闘機とドッグファイトをするのが向いていないというのがありますので、まあ、そんな中ですね、このフライマンタだけでミディア輸送機を突撃させるとミディアが落とされてしまうという、まあ、本来意図しない形で戦力を消耗してしまうので、まあ、ここは何としてもですね、何をためらっているのだね、敵の迎撃戦闘機、これを使ってでもうまくかわしながら勝たねばならん、上陸するというところですね。戦争では進めていきましょう。私はそう思っております。小島君、ジャブローのオフィスは快適だよ。私はエアコンというのが苦手でしてんだ。では部隊を近づけていきましょう。ここにいたのはどうやらですね、マリンザクのようですね。まあ、マリンザクをですね、まあ、放っておくというわけにもちょっといかないので、まあ、なんとかマリンザクを撃破したいなと思うんですけど、フライマンタで攻撃を当てて、なんとか沈めましょう。まあ、第一目標はなんといってもミディアをですね、ハワイ本島に近づけて、61機戦車部隊を突入させると。しかもできるだけ損害が少なければ一番いいというのがありますので、これを最優先にしていきます。さあ、敵の迎撃戦闘機ドップですかね。これが出てきてますね。まあ、ドップ程度の火力だったらさすがにミディアもすぐに落とされるということはなさそうです。が、まあ、念には念をということで、こちらも数は少ないですが、迎撃戦闘機を出しておきたいと思います。確実に迎撃戦闘機で敵を打ち減らしていく。
というところですかね。では上陸できる戦車部隊から上陸をかけていきます。でここまで一気のミディアを失うことなくですね、うまく上陸することができました。ここからは一気に攻勢へと転じていきたいと思います。まあ、上陸さえできればですね、物流作戦効きますので、まあ、しっかり当初の目的通りですね、物流で押していくということをやっていきましょう。ではここから61機戦車による物流戦に入っていきましょう。61機戦車はね、なんといっても2マス射程を持ってますので、この2マスの射程の有効性をうまく使ってですね、倒していきましょう。でフライマートはやっぱり、その重爆撃機の特性を生かした火力ですね。うまくいけばこのターンで決着をつけたいなと思ってたんですが、ちょっとやっぱり火力が足りてないかな。では火力を集中させて殲滅していきましょう。貴様、この戦況を一体何に利用するつもりだ。やっぱりザクは硬いですよね、この61機戦車で戦うには。敵はザクを盾にしてきている感もあるんで、まあ多少損害が出てもやっぱり火力を集中していくっていう感じですかね。さあでは敵の残っているユニットの耐久を見ながらですね、このターンで確実に殲滅できるようにしていきましょう。もうプライマンタなんかは一部部隊は完全にエネルギーが枯渇しているようにも見えるので、まあ、注意しましょうね。貴様、はい、一部ユニットを失いましたが、敵基地の制圧に成功しました。でこのハワイ取ることができました。まあ、まずは順調な滑り出しだったかなと思います。なんとか勝てたようですが、この戦いで多くの兵士を失いました。どのような犠牲を払ってでも我が軍はジオンに屈するわけにはいかんのだ。はい、陸軍が負け続けたとあってはレベルに笑われてしまう。何としても勝たねばならんのだ。連邦軍は今次大戦において初めての勝利を収めた。戦略的価値の低い地方基地での小さな勝利ではあったが、開戦以来敗戦を重ねてきた連邦軍にとってこの勝利はかけがえのない大きな勝利でもあった。無理な領土拡大が仇となったようだな。確かにジオンのモビルスーツは優秀だが、全ての戦線を支えるには数が少なすぎるようですな。うん、わずかずつだが戦線は好転しつつある。モビルスーツの量産が実現すれば我が軍の勝利も見えてくるでしょう。それまでは何としても持ちこたえねばならんな。現状の戦力でも戦線を支えるくらいはできます。厳しい戦いになるな。報告します。ジオンの前線基地を奪還したことによって我が軍は東アジア最大の拠点、はい、北京基地への進行ルートを確保する。というわけでハワイを攻略したことによってマドラスに続いて北京の進行ルートも確保できましたね。なのでこの後はですね、マドラスを取って北京を狙うという、ま、あのルートをね取っていきたいと思います。ハービック社から通信です。回線を回します。
我が社は友好関係にある機軍に協力するためモビルアーマー研究の分野で協力することを決定しました。今後とも我が社をよろしくお願いします。諜報部より報告書が届いています。ご覧になりますか？はい、では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、今お話ししたマドラス、北京と攻略を進めていきたいと思います。一番の目標はね、冒頭でお話した通り、ムービーを見るということなので、そのあたりもね忘れずに進めていきたいと思います。